まあ、いっちゃいますか。何がよ。タイトルコール。もう始まってんの？始まってますよ。始まってるんだ。いっちゃいますか。山本健太と、堤礼実の、藤原ラジオ、本気で喋っていいでしょー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。本日パーソナリティを務めます、入社3年目の山本健太です。そして、ゲストはこちらの方。イェイ。はい、入社、はい。あ、そっか、ごめんなさい。いいです。紹介してもらえるの待っちゃった。大丈夫です。はい、言ってください。はい、入社8年目の堤礼実です。よろしくお願いします。もうびっくりしましたけど、今のいやいや、ちょっと、緊張しましたけど。優しい、優しいね。優しい、優しい。いや、堤さんってこう、なんか、なんていうんですか。目の前であんま喋ったことないです。いいね、あるよ、絶対。いやいや、違う、この、椅子に座って、喋るってあんまなくないですか。あ、まあ、あってもこうデスク同士、まあ、デスクが割と近いじゃない、はい、なんかこう、なんか後ろ向きでこうちょろちょろっと喋るぐらいかもね。でもまだそのプライベートでご飯も行ったことないですし。ないね、はい、そうだね。なんでよ。ということで、この番組は私たちフジテレビアナウンサーが素をさらけ出すをモットーに YouTube と YouTube ミュージックで配信をしているラジオ番組となっております。ゆくゆくはですね、いろんなポッドキャストでも配信していけたらと思っております。うん、今回は第5回目と。5回目。いうことなんですけども。はい。まあ、ちょっと松澄さんの自己紹介といいますか。はい。まあ、現在どんな番組をしているかとか、っていうところもお話しいただけたらなと思うんですけども。うん、はい、承知いたしました。今年の4月からですね。はい、4月からライブニュースアルファという番組の、はい。キャスターを担当しております。月曜日から木曜日まで毎日。もともと目覚まし8ですもんね。その目覚まし8とか、まあ、目覚ましとか、ね、うん、朝だった。ずっと朝方から今年から夜になったってこと。なんかそうなのよ。だからなんかこれ、だから私自身も一番最初入社して一番最初が、はい、当時あった目覚ましテレビアクアっていう一番早い、そう、朝4時スタートの番組だったの。はい。で、それ2年やらせてもらって、はい、そこからも目覚ましに、まあコーナー担当とかで目覚ましテレビに入って、で、その後エンタメ担当で目覚ましになってとか、で、その後8だから、4時からスタートして、だんだんこう、だんだん後ろに行って。なるほど。それで、あと競馬番組。あ、そっか、はい。あったから、だからそう、お昼も一応まあやらせてはもらってた。だから多分ね、そんなにこのアナウンス室の中でも、はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、全部言ってる人ってあんまりいないと思うんだけど。確かに、あんまり見ないかもしれないですね。これで、全部、クリアした。挨拶を。確かに。え、うん、その、競馬の時は、こんにちはだった。ですよね。お昼とか、まあ、3時からですよね。そう、3時からだから。うん、え、その、ってことは、その朝番組やってた時と夜今やってる時っていうのはアナウンス室で会う人も全然まだ違うってことですか？全く違うし、むしろだから会えなくなっちゃったよね。あ、もともと朝だった人。そうそう、だから今も朝担当されてる方とかとはもうほぼほぼ会えない。そうか。し、逆に、まあ、夜はさ、もともとそんなにこう人多くないじゃない、時間帯的に。はい。だからなんかたまに寂しいもん。あ、だから結構カマチョしてくる感じ。ねえ。あ、してないです。ねえ。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。してるよ。いろんな人にちょっかい出してるよ。認めるよ、それは。確かに。え、仲のいい、要はずっと朝にやってたってことは、うん、仲のいいアナウンサーは朝にいらっしゃるってことですか？まあ、仲のいいというか、まあ、必然的にでもやっぱり番組が同じ人と、まあ、喋る機会が多くなるじゃない？はいはい、だから、まあ、私で言うと、長島さんはもう本当に、そう、ずっと入社してから、うん、6、7年間、はい、ずっと同じ番組でお世話になってたし、そうね、あとはまあ、目覚まし8のチームは結構こう、前室でいろいろ喋ったりとかする時間が長かったから、はいはいはい、当時。だからそう、西岡さん、倉田さんとか大先輩だけれども、こう、本当に、よくしていただいて、あ、うん、そっか。可愛がってもらう。まあ今もだけど、そうそうそう、仲良くしていただいてる。じゃあ今はもう西岡さん、倉田さんとか長島さんもなかなかプライベートで会う機会もなくなったって感じ。プライベートはだからこれも本当に寂しくなっちゃって、はい。どういうことですか？どういうことですか？はい、あんなにも堀池とかもそうなんだけど、こうあれだけやっぱり毎週1週間にさ、3日4日間とかって会う、お会いしてた方たちだから、
それが一切会えなくなるって結構やっぱ寂しいのよ。そうですよね、確かに。そうだからなんか定期的にそのグループラインにそろそろ集まりませんか。あ、すみさんから。そう。いいですね。だからね、ちょうど明日会うよ。誰と？そのメンバーと。長島さんとか。そうそう、その倉田さんとか。じゃ元々目覚まし8だったというか、まあ。まあそうだね。その界隈で。うん、そうそう、でまああの仕事勤務的にも。大丈夫な人たちだったりとか。なんかホットですねそれは。そのそうそう、長島さんとかとはまあ会ってないっていうことか。だから明日会うってことですね。まあちょこちょこお会いしてる。はい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 。うん、今その要は夜お仕事なわけじゃないですか。うん。その僕夜だけの仕事をしたことないんですけど、うん、基本的に、まあ、友達とはまあ。まあ遊ぶじゃないですけど、うん、プライベート会うってなってやっぱ夜、まあ、飲んだりってなるじゃないですか。でもともとそんなになんかね、ああ友達そんなにないから寂しい、なんて言えばいいんだろう、寂しいですけど、だからもう基本家が大好きだから、ああはいはいはい、だから正直そこはあんまりね、あのなんだろう、夜になってこうそれが大変ですとかっていうのはあんまり感じてない。だって家でよくなんかカップラーメン食べたみたいなこと言ってます、ね、いやカップラーメンそんな別に、でも最近だからそのちょっと食にも気を使うようになって、えらいっていうのもなんかやっぱさ、こうなんとなく普通に生活してると夜ご飯がこう一日の中の食事のメインにやっぱりなってきちゃうじゃない、一番こうちゃんと食べる、はい、だけど夜はやっぱお弁当だったりとかそれこそコンビニのご飯とかになっちゃうことが多いから、はい、だからなんかこうあんまりお昼に、まあとはいえもちろんこういろんなね、ハンバーガーとかも大好きだし食べるけど、はい、なんかちょっと今日野菜あんまり取れてない、最近取れてないからお野菜食べたいなとかは、そうね、それは考えるようになった。買ってるってことですか、家で食べてからっていう感じなんですか。夜、はい、夜はこうお弁当とか持ってくる。あ、自分で作ってるんですか。自分で作る時もあれば母親に作ってもらう時もあるし。それが今ご家族でお住まいですよね。そう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 。そうなんだ。うん。じゃあもともとはあんまり食生活は気にしてなかったって感じなんですか。まあでもそうだね。気にしてたか気にしてなかったかで言ったら気にしてなかったよ。例えばどんな、食べたいもの食べてた。その時食べたいもの。夜中でも。夜中でも。例えば。カップラーメン。カップラーメン、そう、なんかめっちゃカップラーメンを食べてるイメージ。そのイメージでも、そんな、なんか、本当に一年中カップラーメン食べてるわけじゃないから。はいはいはい。カップラーメン食べたいなと思ったらカップラーメン食べたりとか。はい、でもなんか、つつみさんの僕イメージって、ハマったら、もうなんか、とことんハマっちゃうイメージ。あ、でもそうかも。なんでしたっけ、なんか、なんとか。ハプスブルク系。それよくわかんないんですけど。よくわかんないですけどじゃない。それなんでしたっけそれなんでしたっけ、違う違う、それなんで、雑だな。なんで好きなんでしたっけなんで好き、なんか、すっごくハマって、もう全部言えるぐらいな感じ、なんか。全部、まあ、さすがに600年以上続いてる、こう、あの、家柄だから、まあ、全部は、もちろん無理だけど、はい、でもそう、好きだね。なんでハマったんでしたっけ。まあ、きっかけは、その、エリザベートっていう、その、ハプスブルク家の方を題材にしたミュージカルがあって、はい、なるほど。そう、まあ、入り口はそこだったんだけど、はい、もうそれこそ、マリー・アントワネットとかさ、マリア・テレジアとかも、ほんと誰もが知ってるような。でそこにこうハマってるってことですもんね。まあ、そうそうそうね。うん、その、彼女の、まあ、出身の家柄というか。今でも、その勉強するんですか、その勉強の。まあ、勉強っていう感じではしてないけど、でもなんか、単純にこう、いろいろ、やっぱ歴史でさ、私そんな歴史得意じゃないのよ。その感じでですか。そう。私特にも、なんか、カタカナあんま、あの、頭にこう入ってこなくて、はい、あんまりこう、世界史とかって覚えるのすごい苦手だった人なんだけど。なんか、でも、はい、面白いんだよね、やっぱなんか。だって、史実ってさ、過去に実際にあったことじゃん。はい。はい、だからそこがこう、なんか、こういう人がいて、で、そんなことあるみたいなことがさ、本当に起きてたりするわけよ、たくさん。はいはいはい、ってなってくると、なんかすごく、興味深いっていう言い方が正しいかも。でも、ハプスブルク系？ハプスブルク系で、限定ってことですよね、でも。まあまあ、いろいろこう、あるけれども、一番好きなのは、そうね、ハプスブルク系。面白。でも本当にいろいろとなんか面白いんだよ。
まあ僕は大丈夫です。やんわりと断られました。はい、カタカナ苦手って、でもそれこそ今アルファのニュースを毎日夜読んでて、うん、カタカナのこう型が出てくることって多いじゃないですか。まあ、人名とか地名とかね。それは大丈夫なんですか？だからもうそれは、地名とかはさ、やっぱりさ、知らない場所が多いんじゃない？外国の地域の名前とか。まあねはい、ってなると、もう、とりあえず本番でそれをこう、絶対に言い間違えないように、準備はするけど、はい、でも、それしかできない。準備することしかできないから。それはそうですね。そうそう。から、うん、気をつけてはいるけど、特に気をつけてはいるかな？だから、カタカナ。噛むことは全然あります。あるある、全然あるよ。てか、今まででなんか、大失敗した放送事故ってあったりしたのしましたか？その本当に、いわゆるな、人に迷惑をかけちゃうような、はい、その第一刻不動向とか、そういうのはないけれども、はい、なんか、よく、最近は、最近よくあるというか、最近よくあるって言ったらおかしいね。はい、最近、数回あったことで言うと、オンエア中に、なんか、私多分右の耳たぶがちょっと薄いのか、はい、イヤリング、ピアスじゃなくてイヤリングなんだけど、あ、はいはいはい、普通にワンショットで抜かれてる時に真面目なニュースとかで、はい、スッて。あ、落ちちゃう。そう。あとなんか、それ過去に2回ぐらいあって、で、ついにこの間、番組の一番最後、それではって言って終わるんだけど、はい、それではって言ってカメラ切り替わる 0.2 秒ぐらい前にスッと落ちてそれではスッて番組が終わった。その割り方一番最高ですけど、面白いですよね。はってなる。やっちゃったと思って。で、僕もこの間、そのまあ放送事故って言ったら変ですけど、うん、その今、体重増量中で、うん、そのまち筋肉を増やすために、夏100キロマラソン、27時間テレビ100キロマラソンっていうまあ企画をで走ったんですけども、あの時減量してたんですよ、うん、それで68キロぐらいまで落として体脂肪もほんと一桁みたいな、うん、そこから今筋肉増やすために15キロぐらい増やして83キロになって、うん、で当時着ていたスーツがパツパツになってしまって、うんまあ、2、3ヶ月でってことですよ。2、3ヶ月で15キロでかなり増やしたんで、ね、スーツが本当にこうはち切れそうになっちゃって、うんうんうん、でこの間ポカポカの生放送で、生放送中に、ズボンが破けて、赤いピンクのパンツが世に、あらわになってしまうっていう、放送時間ありましたけど。それなんかネットニュースで知った。あ、本当ですか？本当にもう恥ずかしくなる。本当に、当時の記憶本当全くなくて。でもさ、すごいよね。だからさ、なんか、はい、でもそういうのってさ、狙ってやってないわけじゃん、はい、当然。はい。狙おうと思っても、そんな多分できない。できないです。はい。だから持ってるよね。いや、持ってないですよ。だってパンツさらされたんですね。いや、でもさ、なんていうの、その場はさ、まあ、番組の空気的にもこう、温かい番組じゃない？はい。なんかこう、笑いでさ、終わったわけじゃん。いや、笑っていただけて、なんとか丸く収まってる。顔が丸く収まってないんですよ。お尻出ちゃった。でもなんか、わからない。まあ、もしかしたら中には不快に思われた方も、絶対います、まあ、いらっしゃったかもしれないけれども、はい、でもこう、少なくとも私の周りでその話をこう、私に話してきた人はみんな、いや、面白かったよねっていう。優しい会社。テンションだったよ。本当に、よりフジテレビが大好きになりました、ね。いい会社です。本気で喋っていい。イメージと真実の間。イエーイ。はい、こちらのコーナーはですね、リスナーの皆さんが思っている藤アナたちのイメージが合っているかどうか分かる範囲で確認していこうというコーナーでございます。ほう。まあ、イメージの、まあ、イメージを送っていただきまして、まあ、僕たちが、まあ、これ、どうっていうお話をするっていうことなんですけども。うん。まず早速。いただいてるってこと？メールいただきました、本当に。ありがとうございます。じゃあ、まず、藤アナ全体ですね。藤アナ全員の勝手なイメージ。うん。フジテレビアナウンサーは全員、お台場の夜景が必ず写真フォルダーに入ってそう。ああ。そうです。ま、全員はわからないですけど。すみさんは。一枚でもってことでしょ？はい。入ってる入ってる。絶対入ってますよね。うん。僕も入ってます。入ってるよね。はい、これでも、
でも多分おそらくですけど入ってると思います。入ってると思います。絶対もうこれこそ 100% なんじゃないですか。それは、うん、いつまで結なんでお台場の夜景撮ってました時期的には。でも全然今でも撮ります。撮る時もあるし、でもなんかまあそのなんだ毎日チェックしたりとかはしてないからさ、はい、なんかでもそれこそ。報道センターからも見えるのね、はい、外が見えますね。そうでちょうどこうレインボーブリッジとかが見えるんですけど、とちょっと離れたところからこう今日も綺麗だなって思いながら、でもそれは結構頻繁にあるかも。あじゃあ夜景写真は撮らないけど、うん、夜景を見て癒されるってことは今でもある。見て綺麗だなと かそれこそこの今担当してるアルファ、はい、もう一番最後こう提供バックとかに、はいはい、東京の夜景がこう映ったりする。あはいはい、そうですね。画面越しにそれを見て、あ東京っていいなって、あ綺麗だなっていうのは、うん、結構もう1週間のうち何回もだから思ってるかも。でも僕も夜景は絶対撮ってます。今でもたまに撮るかな。そうだよね。なんかその僕お台場の景色が、うん、夜景、うん、お台場の夜景が、うん、僕日本で一番綺麗だと思ってて、うん、それなぜかっていうこれ証明したい。これ なぜかちょっと言いたい。いいよどうぞ。例えばじゃあ例えばですよ、その東京、あ、お台場側、ごめんなさい。落ち着いて。お台場側から、その向こう側、はいはいはい、わかるよ。あっち側に、レインボーブリッジ渡った側での景色って、うん、もう東京の中に入っちゃってるじゃないですか。はいはいはい、わかるわかる。だから、ものすごく綺麗、それはもう間違いないんですけど、うん、その近すぎるというか。なるほどね。でもお台場ってその東京を客観的に見てる景色じゃないですか。わかるわかる。ちょっとこう離れてるからね。離れてる。だから東京タワーもスカイツリーもちょっと離れたところで見られるっていうのが醍醐味だと思うんですよ。確かに。それはでもそれはわかる。それはあの、うん、おっしゃる通りだと思う。そうですね。その東京を客観的に見られる、しかも全部見られる夜景ってお台場しかないと思ってて、うん、だから僕お台場の景色が大好き。そうだね。だからそれは確かにこう、うん、まあもちろんさ人それぞれこうもしかしたらここのポイントがお気に入りっていうのはそれぞれあるかもしれないけれども、はい、でもそうね、お台場から見るその東京の景色っていうのも私もすごく好き。めっちゃ大好きです。ね、だからそうね、結構、うん、撮るときはある。ありますよね、うん、じゃあ続いていきますかね。行きましょう。はい、はい、参ります。はいはい。鈴木ゆいやの、うん、ボーリング上手そう。同期ですけども。ですね、行ったことはあるんですよ。え、どうです。ただ行ったの1年目の時だから覚えてない。ああ、覚えてないけど、はい、でも多分相当上手かったり相当上手じゃなかったら多分印象に残ってるはずだから、あかもなく不可もなくだったんじゃない。でもなんか器用そうではありますけどね。どうです。あのね、ゆいちゃんは左利きなのよ。そうです。あ、そうです。そうだからなんかその多分投げ方とかも私右利きなので、多分その逆で投げるから多分そのフォーム自体がもう私たち違うわけだから、なんかだからそういう、でも覚えてないな。なんかでもあの華奢じゃない、ゆいちゃんって細いじゃない、はいはいはい、なんかボールをこうあの華奢な体でこうボールを持って力いっぱい投げるってよりかはなんかこう大丈夫大丈夫っていう感じで、でそのままなんかよいしょって感じで、だけどボールは結構強いボールがいくみたいな、なんかそんな感じだったような気がする。じゃあまあ結論言うと結局上手ではないってことなんですかね。まあ上手っていうのはそのどのレベルなのかな。でも果てしないく、だってもうとんでもないスコアの方いらっしゃるわけだから。あ、まあそうですね。そうね。まあでもそうね。まあかもなく。かもなくかもなくが、結論です。はい、お願いします。はい。はい。続いてポトフさんです。ありがとうございます。ポトフ好き。美味しいよね。はい。大川アナ。うん。は、スーパー戦隊や仮面ライダーじゃなくてウルトラマンを見て育ってそう。いや、知らんがな。知らんがな。確かに。わからないよ。どうでしょう。え、世
世代的にはでもウルトラマン世代だとは思いますけど。え、待って、ウルトラマンを見てそうってこと？はい、ウルトラマンを見て育っ、だから小さい頃に、はい、スーパー戦隊とか仮面ライダーではなくてウルトラマンが好きだったんじゃないか。はい。まあ、ごめんなさい、答えは分からないんですけど。はい、知らんがなっていう。そう。まあただあれだよ、ね、なんか私そもそもなんかその男兄弟がいないから、はい、そのウルトラマン、もちろんウルトラマンはなんとなく分かるし、その仮面ライダーとかスーパー戦隊、はい、あのもの分かるは分かるんだけど、そのなんか違いというか、あ、があんまり分かってなく、ちっちゃい時に自分は見てなかったので。そう、違い、これでしょ、ま、あ、そうです、これウルトラマン、これなんですか、スーパー戦隊、スーパー戦隊、なんかスーパー戦隊多分 色別で何人かいて戦う。で仮面ライダーは赤が真ん中の、赤が真ん中でやつね、なんとかレンジャーみたいな、はい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 、思うんですけども、ちょっと僕もわかんない。仮面ライダーはなんかあの目がグイーンってなってるでしょ。あ、そうですそうです、わかるわかる、バイク乗ってたりする、ね、あ、バイク乗って、そう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 、僕は仮面ライダー派なんですよ。あ、なんかやっぱあるんだ、そういうの。ありますあります、なんとか派っていうのが。で僕の兄はウルトラマン派なんです。あ、人によって違うの、ね、違います。へ、お母さんは正直わかんないんですね。はい、ご本人に聞く機会があれば、はい、ぜひ。ということで、あ、続いて、僕のこと来ましたね。僕のこと、はい、はい。山本健太アナは、実は虫がすごい苦手そう。ああ、苦手そう。なんか、割とこう、がっしりしてるじゃん、はい、体も。でもなんかほんとちっちゃい蚊とかに怯えてそうだよね。ほんとこの大正解です。大嫌い、ほんとに大嫌い。もうなんかなんでなんでなんで、気持ち悪いじゃないですか。ほんとになんかパッて虫こう、うえって言われたら、うわ、ん、ーってなっちゃいますよ。え、それは何、蚊とかもって言うの。あ、蚊ぐらいは大事、まあ蚊なら。え、ハエは、コバエ、はい、大嫌い。いや、ま、でも多分私も、いや私も虫ダメだから、はい、大前提として、はい、多分向こうも向こうで山県来て、うわーってなってる。いや、まあまあ、そうそう、確かに僕よりもう何万分の1ぐらいの大きさなんで、それはそうかもしれないですけど。うん、いや、でもそれ以上にさ、僕の方が驚いてます。だって、僕が驚いた時、もう一切動かないですもん。虫。いやいや、なんか向こうは固まっちゃってるの、こうやって。そういうことか。逆に動いてないです。虫嫌いなんですか？大嫌いだよ。大嫌いな。大って、もう大苦手。あー、そうですよね。うん。ダンゴムシとか。え、子供の頃はどうだった？あ、小学生とか。あ、でも、今思えば、セミとか捕まえてたなと思いますけど。多分、中学ぐらいから無理になったかもしれないです。いや、でもそう、私もそうなの。小学校の頃とかは、ほんと近所の子供たちと一緒に、なんか近くのなんか、ミルクバッタ？あ、バッタ、はい。ミルクバッタとか、はい、殿様バッタとか、はい、カマキリとか、平気でこうやって思って。あ、もう今無理だ。いや、私も今は無理だよ。あ、え、今バッタ無理ですか？無理だよ。ちょっとね、ちょ、びっくりするか聞いてる人も。あ、そうそうそう。まあ、そんなつみさんのびっくりした姿もね、見られたっていうことで。でも、はい、続いては参りましょうかね。雑な終わり方だな。ごめんなさい。はい。こちらですね。ラジオネームなし。なし。ラジオないんですね。いきます。はい。山本アナは、画面上では気さくだけど、うん、街で見かけた時に声をかけられたら塩対応しそう。塩対応はしないと思うんですけど、うん、はい、多分声かけてもらったことが嬉しくなりすぎ、嬉しくなっちゃって、はい、なんかあたふたしてそう。あ、なんか想像だよ、はい、でも あたふた、あれ、はい、山本アナウンサーですか、はい、あーみたいな、あー、そうそうそう、あーみたいなってなって、はい、で、なんか、あの、求められる前の段階で、もう手汗すごい拭いて、はい、なんか握手の準備とかしてそう。でもちょっと近いかもしれないですね。あの、やっぱ、あの、声かけていただけたらかなり嬉しいので、え、なんで知ってるんですかって聞いちゃいます。だから、山県、たまにあるんですよ。うん、山県さんですよねって、こう、街で、うん。え、なんで知ってるんですかって、毎回聞いちゃう。なんて言う、ポカポカだとか、ポカポカだな、まあ、ドッキリグランプリとかっていうのを言ってくださって、うん、すごい、ありがとうございますって。で、あと、この間、なんか渋谷の方で、あの、
ナレーションの仕事があって、うん、まあ、そこに向かってたら、うん、あの中学生、うん、女子中学生の団体、うん、ほんと10人ぐらいの団体に、ヤマケン、ヤマケンってなって、うーって言われて、と思って、なんで知ってんのって言ったら、お母さんがポカポカ見てるって言って、めちゃくちゃ嬉しかった。あれも、あれ本当にあの、うん、お子さんに声かけていただくの、本当に嬉しい。そうだね、だからなんか、ね、嬉しいよね、やっぱりね、そうやってこう、見てますとかさ、なんか本当にちゃんとこう、わからないじゃん、やっぱ私たちはさ、こう、まあ、ポカポカはお客さん入ってるけれどもさ、はい、やっぱこうカメラのレンズに向かってこう喋るお仕事じゃない、はい、基本的にはそうです、ね、なんか実際にこうそれが、まあ、ちゃんとこう人に見てくださってる方がいて、ちゃんとこう自分が伝えたかったことがちゃんと伝わってたりとか、ね、なんかね、そういうのをこう実際に声として聞こえ、はい、聞けるとすごく嬉しいね。嬉しいです。うん、めちゃくちゃ分かります、うん、でもこの間渋谷でそれこそ取材してたら、うん、あのお年寄りの、うん、あの女性の方だったんですけど、うん、って言って、なんか、知ってるなと思って、って言って、ポカポカの、うん、はい、ポカポカの、うん、いつもミスしてる人ですよね。名前覚えてもらえてなかったっていう。あ、そうです。いつもミス。山本と申しますって言って、なんか変な微妙な反応でした、ね。でも、ね、その方がさ、もし次にこう、どこかでお会いできる機会があったらさ、はい、成長したねって言ってもらえる、そう、チャンスができたってわけだから、はい、そうですね、あ、はい、なんかその方に成長したねって言ってもらえるようにも頑張らないとだね。はい、頑張ります。よし、まとまった。ありがとうございます、すいません。あ、来ましたよ。はいはい、ラジオネーム B63 から、ほう、堤アナ、もう私、家にいるときはパジャマでいそう、まあ、正解。お終わり。いや、それその、まあ、パジャマ正解です。まあ、パジャマっていうか、部屋着？あ、部屋着。でも、なんかね、お家に帰って、はい、まあ、仕事とかから帰ってすぐ着替える人？はい。あ、僕ですか？うん。あ、僕はもう基本的にはもう、すぐ全部、そうですね、脱いちゃいますね。全部ってあの部屋着に着替えちゃいますね。やっぱそうだよね。はい、でも私もそうなのよ。あ、はい。で、なんか一時期は、その夏場とかは、なんかその、パジャマ？一時期こう睡眠の質を上げようと思ってシルクのパジャマを買ったのね、前に。あ、ほうほう。で、そのシルクのパジャマはさすがにその、ね、本当に寝る時しか着たくなかったからに、まあ、日中は部屋着に着替えて、でそのままお風呂出たらもうパジャマ、シルクのパジャマに着替えるとかはあったんだけど、今の時期とかちょっと寒いから、はい、だから今はもうリカバリーウェア。あ、リカバリーウェア、あ、はい、わかりますよ。そうで過ごしてます。着て寝るだけで疲れが取れる、ね、そうそうそう、とかなんか着てるだけでちょっとこう血行が良くなったりとかして疲れが取れやすくなるっていうのをそのゲットしたので、それをずっと着てる。僕そのリカバリーウェアで、今年のその澤部さん、あのポカポカの澤部さんが誕生日だったんですよ、うんうんうん、ちょっとごめんなさい。あのそのポカポカ澤部さん誕生日の時に、うん、澤部さんはやっぱものすごく忙しいので、リカバリーウェアをプレゼントしようと思って、うん、でリカバリーウェアをこうプレゼント、うん、まあ、したんですね。うん、おありがとうって言ったんですけど、なんかよくよくその後の数週間後のラジオを聞いたらですね、うん、僕があげたリカバリーウェア3着目だったらしいんです。しかもその誕生日の時にリカバリーウェアをいろんな方がもらってて、で、その、まあ、全部その、なんていうの、ブランドは違かったんですけど、リカバリーウェア自体が3着目だったらしくて、まあね、かぶってたっていう。まあでも、気持ちだからさ、あと、ね、あれだから間違いなく言えるのは、はい、洋服ってやっぱその前、1着しかないとさ、そのリカバリーウェア洗濯出したって時着られないから、そうね、何着か。そう、まあ、50着とかあるとちょっとさすがにクローゼット大変だろうなとは思うけれども。はい、優しさだよ。全部ポジティブに返してくる。すごい。前向きに生きていかなきゃ。確かに。それはもうアルファってことですね。プラスアルファの。ちょっとよくわからないけど、はい、次お願いします。失礼しました。はい。ラジオネーム、ゆうたはとかりんごさんからです。はとかりんご？すみあなす。はい。焼酎を飲むとき、指で混ぜていそう。あんまり、はい、指で混ぜたことがない、なくはないです。おぉ。なくはないけど、基本的にはマドラーか、マドラーがなければお箸の後ろ側。ああ、後ろ側、はいはい。そ
そうとかあのちゃんと物を使って混ぜます。え、結構じゃあお酒は飲まれる？でも最近飲まなくなった、あのでかアルファ夜になってからも最初の頃はお家帰ってからこう結構例えば自分じゃ焼酎入れてソーダ割り作って飲んだりとかビール飲んだりとか、してから寝るとか、なんかこう寝る前の一杯を飲んだりしてたんだけど、夏前ぐらいまで、夏ぐらいまでかな、なんか夏以降なんかそれもせずにもうお風呂に入って、でもなんかねお腹が空いちゃって料理をして夜中に、なんか軽く作って食べたりとかするときに飲んだりとかしてたの。でもまあ秋になってからかな、なんかその食べるのもあんまりこう体にやっぱ良くない、胃に負担かかっちゃうたりとか、なんかそれこそこの自律神経の乱れとかにつながっちゃうからあんま良くないかなと思って、その食べることをやめたので、それに伴いお酒もほぼ飲んでない。まあだからその外にこうたまにこう食べにご飯食べに行ったりとかすると飲んだりもするけど、そうね、頻度はだから圧倒的に減りました。じゃあ体の状態はそっちの方がいいですか？うん、そうだね。なんかまあいろいろとこう、まあ、生活がさこう逆になったから、はい、まあ、いろいろこう自分の中で試して、はい、どうやったらこう体が一番楽かなとかっていうのを試してるから、他にもいろいろ変えてるから何がこう一番効いてるのかわからないけれども、うん、そうだね。でもうん、まあ、あのそんなに悪くはないです。お、素晴らしいですさあ最後でございます。ほいはい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 、行きましょうラジオネームつかちゃんアットマーク物欲王さん、さんからですね。はいはい、堤アナ、ご自身でミュージカル風の衣装を購入して一人ミュージカルを楽しんでそう。どういうことでそして実はご自身主演のミュージカルを演じたがっていそう。どんなイメージ？それについてクラウドファンディングを真剣に考えていそう。ない。考えてません。考えてません。むしろ今その手があったかレベルに今思いました。でもラジオネームが物欲王ですからね。すごいんだろうね。もういろいろあれも欲しい、これも欲しいって思っちゃうんだよね。わかんない。そうです。そうです。今何でもないです。どういうこと？どういうことなの？そういうのはまあまあそうか。でまあミュージカルとかはでも好き。ミュージカルはそう見るのはすごく好きですし、はいはい、まあうち母もミュージカル見るのすごく好きなので。一緒に結構見に行ったりとかして、そうそう。だからなんかでもな、うん、衣装が似てるから買ってそれを着てやるってことはないけれども、なんか例えばたまたま、あ、なんかそういえばこれなんかちょっとあのドレスに、ね、あの作品のあれっぽくないみたいな、はいはい、とかがあると母親に向かってなんかこう冗談で。なんとかって言って、でもそれやると母も返してくれるから。仲いい。そうだからそういうなんかこうおふざけの遊び、はいはい、みたいなのは確かに、うん、あのちょこちょこあります。じゃあいつかそのそういうチャンスがあったらどう？いやそれは持ってない。あ持ってない。それは持ってない。人様にお見せできるものじゃないので、はい、はいはい。これはもう家の中だけで済ませます。わかりました。じゃあいつか披露してくれる。嫌です。嫌です。わかりました。拒否。拒否ですね。承知しました。本気で喋っていい。続いてのコーナー参りましょう、はい、あの日のエピソードーわーということですねあの日のエピソード、このコーナーはですね、これからトークテーマを決めまして、うん、そのトークテーマに合ったあの日の思い出を話すコーナーでございます。共通の思い出ってことだよね。共通というよりかは、まあ、本当にこれ、今、スタッフさんが用意してくださったんですけども、カードがありますね。このように、紙にですね、トークテーマ書いてあります。で、これシャッフルして、パッと引いて、それについても本当にいくらでも喋ってくださって大丈夫です。了解しました。一人喋ってる。一人喋りじゃん。一人喋ってる。やだよ。一緒に喋ろうぜ。もちろん一緒に喋りますけど、まあ、基本的には、その、引いた方のエピソードをまあ聞くっていう感じです、ね。わかった。はい。わかったよ。オッケー。まあ、パーソナリティだもんね。このコーナーなんですけども、うん、
あのハライチのターン、まあ、今ポカポカで共演してるハライチさんもがもう本当に 毎週その10分ぐらいお互いそのずっとこの今週あったエピソードみたいなこう話すんです、うん、それすごいなと思って、うん、番組の中でってことですか？そのラジオの、あ、ラジオの中で、うんうん、中でその毎回、まあ、いろんなコーナーやった後に最後の15分ずつぐらいは、うん、10分15分ずつぐらいはフリートークで2人喋るっていう、うん、それがなんか大好きで、うんうんうん、なちょっとまあなんか それも パクリじゃないですけども、いやいやパクリです、パクリでした、パクリでした、はい、パクリです、ごめんなさいということで、まあちょっとそれちょっとやってみたいなっていうところで、うん、まあこのまあコーナーをでまあちょっとまあ変えて、うん、まあトークテーマを決めて、うん、私ハライチさん、あの、はい、多分それが面白いのはあのお二人だからね、いやもちろんです、あのもちろんです、もちろんです、もうそれはもちろん先に言っとく、それはあ、これは本当面白さとかじゃなくて、うん、もういかに堤さんがこうの何ですか、あ、ごめんなさい、はい、じゃあ行きます、ね、はい、じゃあ行きましょう、5分の1ね、で何やねんか、どれにする、いやちょっと決めてください、え、リリン、はい行きましょう、じゃあ何だろう、え、待って待って、見せ見せ見せ、なんでなんでって言ってたの、僕も話すんですよ記憶に残るご飯、おーいうおー、記憶に残るご飯出ました、何だろう、ということで、じゃあまず堤さんからお願いします、見ていい、あ、もちろん見ていいです、はい、初恋とか情熱を燃やしたこと、仲のいい同僚、大好きなこと、記憶に残るご飯、はい、まあ、最近だ、記憶に残る、行った、なんかその誰かと行ったご飯でもいいと思いますし、記憶に残ったあの美味しかった食べ物でもいいと思いますし、まあ、なんか、はい、ご両親、まだなんですけど、お母さん作ったご飯でも、お弁当でも残る、記憶に残るご飯、難しい、難しいよね、はい、記憶に残るご飯、記憶に残るご飯、記憶にご飯、ご飯、ご飯かわからないですけど、はいはい、何歳だよ、多分6歳とか7歳とか、もうそれも確かもっとちっちゃい時かもしれないの、ね、お正月だかクリスマ、お正月かクリスマスかお誕生日のどれか、はいはい、ちょっとごめんなさい、定かじゃないですのタイミングの時にケーキをおじが買ってきてくれた、確かおじが買ってきてくれたケーキがあって、でそのケーキがあのなんか中にこうか食べていくと中に陶器でできた牛の置物か何かが入ってる、はい、あ、なんかケーキの中に、そう、でそれに当たった人はその多分お正月かな、1年間こう福が訪れるみたいな、なんかそういうあのちょっと遊び心のあるお菓子、はい、ガレットデロワっていう、はいはい、そのさっきのあの中にこう陶器のものが入ってて、うんうん、そういう福が訪れるっていう、そのガレットデロワっていうお菓子ケーキ、そうなんですけど、でそれをそう、なんかでも子供だからすごくこの どこに入ってるんだろうと思って、はい、でもこれ全然そんな面白い話じゃない、あ、でも全然面白くなくていいんですね、全然、はい、どこに入ってるんだろうと思って、すごいだからもう、 こう口に運んで噛む時もすごいもう入ってあるかもしれないから、はい、すごくこうすごくこうソフトに食べるんだけど、はいはいはい、結局父親のところに入ってて、ね、父がそれをこう後で洗ってくれたっていう、あ、くれたんですね、くれたってことは、この場合服はどっちに宿ったんですかね、まあでも2人にちょっと分けてもらった、そうかもしれないですよね優しいですね、うん、優しかったね、優しいね、普段から結構お父さんとはまあ仲いいというか、うん、仲いいよ、飲んだりとかもするんですか、一緒に外に飲みに行くことはないけれども、でも全然この間もなんか父親のジャケット、はあ、そう、父親にジャケットセールたまたま行って、はい、可愛いのがあって、でもサイズが自分には合わなくて明らかに大きくて、で父親だったら着られるかもなと思って、でお誕生日のプレゼントまだあげてな、忘れ、あ、そういえばまだあげられてなかったなと思って渡したりとか、あったかいあ、まあ、うん、そう、でも本当普通に仲いい、いいかな、うん、いいですね、
そうね、なんかちっちゃい時とかよく一緒にキャッチボールしたりとか、あ、そうなんですか、バドミントンやって遊んだりとか、はい、そう、だから全然そのなんだろう、なんか、うん、口きかなかった時期があってとかっていうこともない、まあ反抗期はあったけれど、はいはいはい、別になんかもうお父さん嫌いみたいなそんな感じではなかった、全然。反抗期な。なさそうだよね。僕ですか。うん。めちゃくちゃありました。あったんだ。反抗はしてないですけど。うん。その、なんですかね。あ、でもそれで、その記憶に残るご飯になるかわかんないですけど、その反抗期の流れで話します。うん。高校生の時に、まあそう、ちょっとした反抗期じゃないですけど、なんか、なんていうんですか。僕、その時実家から、その学校通ってたんで、うん、大学からは寮なんですけど、実家から通ってたんで、しかも部活があったんですよ、野球の。うん、で、それが終わるのが、だいたい9時とか、10時ぐらいなんです、うんうん。で、そこから、僕、神奈川の高校行ってたんで、そこから、その、地元の東京まで帰ってくるのに1時間ぐらい。うん、だから、だいたい11時過ぎとかに帰ってくるんですよ。うんうん、で、すると、まあ、その、リビングには、もう、母と、まあ、父がいて、うん、なんかその、なんていうか、帰ってきて、その、なんですか、親と喋るのはもう、ものすごく、なんていうんですか、恥ずかしいというか、ちょっと嫌、嫌だったんですよ。うん、で、別に、おいとかは別に言わないですよ。その反抗はないですけど、うん、なんかこう、ちょっと照れちゃうというかね。照れる、なんか、イライラするじゃないけど、なんかこう、なんていうんですかね、この、まあ、思春期特有の、ね。そう、特有があるんですよ。うん、そんで、帰ってきて、あ、ただいま、みたいな。まあ、ただいまも多分言わないかな。あ、だいま、みたいな。うん。あ、だいま、つって、あ、つって。そのまま、リビングに行くから、あ、だいま、つって、まず最初、お風呂入るんですよ。うん。で、お風呂入ってる間に、まあ、母に、ご飯を、用意してもらって、うんうんうん、で、風呂から上がって、まあ、いただきますって言って、ご飯を食べる。うん。で、その時も、その父が、まあ、目の前にいるけど、ちょっと早くどっか行ってくんねえかな、みたいな感じで、なんか思ってたというか、いや、なん、ちょっとはずいというか、なるべく喋りたくないな、みたいな。言ってることはわかるよ、なんか。でもさ、でもわかんない、なんか、もう今大人になってさ、はい、なんとなく、なんかそういうさ、その家族でこう一緒にご飯を食べられることのありがたみっていうものが、いや、そうです、すごく感じるじゃん。そうなんですよ。そうなんですよ。ね、だからなんか多分さ、わかんない。この先じゃあ自分たちにも子供が生まれてさ、はい、思春期になってさ、なんか、あっち行ってよ、みたいな。なんでいいのとかってなってもなんか、きっと多分その子もまた何十年とか何年か経って、ね、きっとそう思うんだろうなって思うと、なんかもうそれだけ泣けてくるよね。いや、そうなんですよ。いや、本当にね、そうなんですよ。いや、反抗期。うん。があって、うん、反抗期というか、まあ、でも意外だね、なんかなさそうだなって思った。あ、本当ですか、うん、いや、あったんですよ、うん、でね、その高校高校、まあでも高校、まあ、そう、高校2年生ぐらいかな、うん、で、高校3年ぐらいになったらちょっとずつまあそれがまあ和らいできて、で、高校の野球部引退して、うん、で、3ヶ月ぐらい経って、3、4、あ、もうちょっか、年明けて次大学の野球やるっていうことで、大学の野球部が高校3年の1月からもう入寮しないといけない。はい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 、寮に入らないといけない、うん。で、その寮に入るってことは、要は今までずっと18年間実家にいたけど、うん、もう離れて、そうだね、もう、まあ、慶応義塾大学っていうところの野球部だったんですけど、うん、日吉っていうところの寮に住まないといけなかったんですよ。で、なった時に、僕がね、家を出るってなった時に、うん、まあ、最後の晩餐じゃないですけど、行ってらっしゃいの、あるじゃないですか。うん、時に、家族から色紙もらって。ええー、何その素敵。例えば父だったら、なんか、なんだっけ、怪我に気をつけて、頑張れよ。ね、みたいな。うん、でも、母は、なんか、寂しいな、みたいな。でも頑張ってね。頑張って、ちょっと泣きそうなんだけど。本当に泣いてるんですよ。なんか、そう。なんか最近ダメなんだ、そういう話。ちょっと、本当に今、目に涙を。なんかそう。そうなんですよ。で、まあ、兄もなんか、なんかそう、あ、なんか、はい。ちょっと気合いで頑張れよ。ちょっと大やばいなんだけど。ごめんなさい、ごめんなさい。泣かせるつもりが。違う、なんか、本当になんか最近ダメなの。はい、なんかもう。あ、そうなんですか。ごめんなさい。はい、いや、うん、違うの。なんかね、
だからそのじゃないですか、大丈夫です。ティッシュ、ティッシュ、ね、はい、いや、なんかすごくさ、なんかだからさ、はい、なんか人の温かさをさ、いや、ほんとそうですよ。そう、感じるしさ、なんか特に私もさ、実家に住んでるから、なんかその、いるのが当たり前みたいな。はい。って思っててさ、でもそれがなんかさ、夜こう今自分が仕事になってさ、あんまりこう顔合わせる時間とかも減ってきたりするじゃない？はい。ってなるとなんか、あ、すごいなんか、親の温かさだったりとか。いや、ほんとそうですよ。そう、親に限らずだけど、なんかすっごいそれを感じる機会が多くて。はい。で、最近なんか本当にいろんな人の話とか聞いてるだけで、年かな？いや、すごい。僕、つみさんの涙を目の前に見るの、いや、すごい、そうそうですね。一緒に鼻水も出てきたな。ごめん、ちょっと。大丈夫、大丈夫。ティッシュ、ティッシュ守んなくてごめん。守んなくてね。はい。なんかと思ってなかったから、ティッシュもできてない。どうぞどうぞ話してきてもらって。少々ね、あの、大丈夫です。ごめんなさい。あ、ごめんなさいね。ありがとうございます。はい。おー、ごめんなさい。ティッシュ、はい。ありがとう。ごめんね。はい。ありがとうございます。すいません。すいません。それ、でも撮ってあるんです、今も。あ、もちろん、あ、もちろんです。はい。で、あの、寮でね、寮の机にずっと飾ってて、うん、もうなんか自分がこう、落ちそうっていうか、なんていうの、気持ちが落ち込む時とかに、その色紙を見て、わ、頑張んないかなっていうのは。なるよね。なりますね。なんかご飯の話とちょっとそれちゃうけどさ、なんか、色紙とかってさ、結構こう、もらったりとか、それこそ家族だったり、友達とかから、はい、誕生日だったりとか、はい、なんかちょこちょこもらったりするしさ、仕事でもらった、いただいたりとかしたことある？まだ会社入ってから色紙をもらったことないですね。ないか。はい。なんかそう、例えば番組の卒業のタイミングだったりとかに、はい、それこそそのスタッフさんだったりとか、なんか、いろんな方からいただいたりとか、あと私たち、あの、系列局の研修がさ、1年目の時にあった。ありますね。確かに。コロナ。あ、僕らもありました。あった、やった？はい。そうそう、その時になんか最後、まあ、いろんなこう、各局によって帰らなきゃいけないタイミングがこう違ったりとかして、はい、そうで、最後でもみんなこう、色紙をね、それぞれこうメモ書いて色紙に貼って交換するっていうのをやってて、なんかそういう時にいただいたこうメッセージの入った色紙だったりとか、友達から誕生日にもらった色紙とか、なんかすごく今普通に生活しててさ、なんかそういうのこうたまにさ、毎日は見ないけれども、たまにさ、たまにさ、すって見た時にさ、なんかすごくこう、あ、そうだよね、もっと頑張ろうっていう風になんか思えるじゃん。そうですね。だからなんかああいうのってそう、やっぱすごく力になるよね、大きいよね。なんかやっぱ生の字って力になるなっていうのは。わかる。ありますか、本当に。すごくだから、なんか、なかなかさ、やっぱ作るのもさ、手がかかるしさ、はい、大変な、ね、いろんな方に集め、から集めてとか、大変だと思うんだけど、でもそれをこう、ね、なんかそういうこと極力私も誰かにやってあげたいなって思うし、やってもらってきたことに対してなんかありがたいなっていうのはすごいあるかも。ね、あるよね。当時そうですね。まあ、反抗、だから寮に入ってからは、うん、もう逆に親と会いたくなるんです。うん、だから寮にはほんとしょっちゅうオフの前日に、うん、実家に帰って、その母のご飯を食べて、やっぱ実家のご飯が一番だって言いながら、最高だねって言って、お母さんに。もうほんとこのままだ。最高だね。だろって言って、本当にそんな感じなんですよ。いい関係性。そうですね。ちなみにお母さんの料理何が一番ですか？うわー、難しい！これは難しいぞ。え、僕がでも、毎回帰るときに作ってって言ってたのはカレーです。ああ、いいね。定番だね、はい。定番。カレーかハンバーグ。あー、これ本当に定番、うん、定番中の定番だと思うんですけど。そうだね。でも、結局これが一番美味しい。あ、もちろん全部美味しい。お母さんめちゃくちゃ料理上手なんですけど。うんうんうん、そう。やっぱね、カレーも。辛口、甘口？辛口です。あ、辛口なんだ。辛口なんですよ。へえ。これがもう、ね。うちさ、それで言う、その話ごめんなさい。はい、全然もう。いや、それとさ、私も、あの、母が作ってくれるカレーすごい好きなんだけど。ああ、すごい、未だにね、これもし、まあ、ありがたいなって思ってるのが、はい、私、カレー甘口じゃないと、あ、食べられない。そうなんですか、はい、はい。まあ、あの、食べられなくはないんだけど、はい、甘口がいいってこだわりがあって。はい、だけど、親は甘口は嫌だと。あ、はい。いつも、カレーの時は、私だけ別のお鍋で、父親の鍋で、二つ作ってくれる。うわ、優しいお母さん。なんかね、そう、今、あ、
それだ、記憶に残るご飯、それです。あ、それでした。カレー。カレー。僕もカレー。結局ね、カレー。結局、カレーです。カレーはね、みんな、好きな人多いしね。美味しい。ね、美味しいよね。美味しいです。私なんかその家庭の味がね、そうなんですよね。それぞれやっぱあるからね。なんで、実家のご飯ってあんま美味しいんだって毎回思うけどな。お母さん泣いちゃうよ、そんなこと。絶対、これ絶対見ました、歯。歯、僕の YouTube も番組も、うん、もう全部録画して全部見るんですよ。うん。いや、グー。ヤマケンママー。いや、本当に。どうも、こんにちは。お世話になってます。どうも。チョキチョキチョキ。いや、多分でもうちの母も見てくれると思う。ああ、本当ですか。うん。すみさん。ママ。すいませんね、本当に。どうもすいません。っていう感じでいいんですかね、これはもう。はい、ね。あの日のエピソード。うん。はい。なんかいい話になっちゃったわ。いい話になっちゃいました。なんか、そんな、なんかもっと違う。そう、全然僕は、いいですよ。喋ります全然喋りますか。いや、いいんだけど、なんか、結構毎回通えるんですか？まあ、今回、まあ、トークテーマ用意していただいたんですけど、うん、どうしようかな、今決めちゃおうか。例えば、記憶に残るご飯。カレー。これもう使っちゃったから、次これなしで、この4枚にプラス1枚して、どんどん削っていく形にしようか。ああ、それでも。まあでもいいけどね、この。募集してもいいし。あ、そうか、そうだ。リスナーの方からも、トークテーマ、ぜひ募集をしたいので、うん、メールなどで、ぜひ送ってください。あ、じゃあ私も送ろうかな。え？あ、じゃあ今一個じゃん。一番嫌いな虫。一番嫌いな虫？うわ。めっちゃ虫好きじゃないですか。好きじゃない。虫？好きじゃないの。なんだろう。一番嫌いな虫。これは難しいなぁ。じゃあ、どういう系とかでもいいよ。なんかその、要はつるっとしてる。なんか気持ち悪い。もうゴキブリが一番嫌いじゃないですか、誰でも。え、じゃあ嫌いな虫に遠くで広がるかな。まあ。ぜひぜひ次回ね。まあぜひ次回分かりました。うねうね系とか。わかります。つるつる系とかいっぱいいますから。まあ一応まあじゃあ足してみますかね。はい。まあ、僕は、あんま足したくないですけど。はい。まあ、いいでしょう。お化け。お化けが嫌いですよ。じゃあとお化けも。お化け、嫌いなお化けって難しいですよ。嫌いなお化けじゃなくて好きなお化けにしよう。好きなお化けいないですよ。お化け嫌いなのか。何言ってんすか。何をおっしゃってるんですか。まあ、てな感じですかね。感じですかね。はい。ということで本日は以上になりますけども。はい。すみさん、どうですか。どうですか。どうでしたか、この、藤原。ラジオはなんかでもさ普段さあの辺で喋ってる会話と大して変わそんな変わらないよあんま変わらないかもしれないですいやここまで長くずっと喋ったのは初めてかもしれない。でもそうかもね。まあ、ね、喋る頻度は多分多いじゃない。絶対多いです。喋る頻度は多いけどそのなんかテーマとかがあるわけじゃないから。そうですね。なんかこう長く話すっていうのはない。そうだね。それはそうかもね。うわ、嬉しいわ。パチパチ。ありがとうございます。ありがとうございます。そう言っていただけて嬉しいです。またぜひゲストでお越し。あ、じゃあ、次のヤマケンの会のゲストも私ね。永遠に同じ組み合わせしかならないっていう、ここ。いや、なんか、キュンとしてるドキッとなんでよ。ドキッとして聞きましたよ、今。今、そういうとこだった。恥ずかしい。おかしいな。どうしてなんでなの。なんでなの。たくさんのメールありがとうございます。ありがとうございます。引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。藤穴ラジオのメールの宛先は、藤穴@info.fujitelevi.co.jp。藤穴@info.fujitelevi.co.jp。富士は FUJI。テレビは TV でございます。本日やった企画以外にも募集しておりますので、詳しくは概要欄をご確認ください。ということで、この多分概要欄違う。あ、概要欄ってあれだ。下のとこだよ。はい。まだスクロールワードは触ってます。なんかこっちの方です。はい、大変盛り上がってます。はい、行きます。なんか初めてだからさ、こういうの。ああ、確かにね。楽しい。おー、楽しいって言ってくれた。これ神回さ、神回があってます。神回。でも、笑いあり、はい、涙あり、はい、あ、怒りだけないよ、なんか怒る。いや、大丈夫です。僕がもう、大丈夫です。はい、怒りはなし。怒りなしで。はい。平和に終わる。じゃあ、神回で。いいで神回ってことじゃあ。よし、神回来ました。はーい。神回キラキラー。キラキラー、神回ということで。はい。
じゃあ、はい、終わりましょう。終わりましょう。はい。はい、本日は山本健太と、堤玲美が、お送りしました。皆さん、ありがとうございました。ありがとうございました。このラジオが面白かったら、高評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。藤アナ、藤アナラジオ、本気で喋っていい。ちょっと違ったな。